お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらバレバレ枯渇の LSP 型やっていきたいなと思います。先日もね、枯渇デッキに LSP を入れたやつを使ったんですけども、個人的に枯渇に超合うと単純にね、思ってて、こっちの方でもやってみようかなと思って、今日はね、スキーが LSP になったね、このバレバレやっていきたいなと思います。まあなんか悪くはない感じですよね。 LSP なんかめっちゃ強いという感じでもなく、弱いわけでもなく、まあもう万能のね、安牌な感じかなと思います。まあ1コスってまあ基本今のところスキーもアイスピもヒースピもまあどれも雑魚カードではないので、まあ1コスの時点で強いみたいななんかありますよね。1コスで強くて内容が微妙でもまあ使えるみたいな、そんな感じですよね。さあ、というわけで今回相手はエレキですね。エレキと、やべ、ちょっと、いて、ちょっとやっちまいましたね。で、今回相手は、なんだ？テスラとエレキが入ってるデッキは、あんま見ないですよね。まあ、一旦後ろからね、組んで、まあ、どんどん攻めていきたいですね。僕はこの、回転が速いので、まあ、その回転を生かしてね、よいしょ。で、これ、逆サイにやるとちょっとうざいんですよね。まあ、同サイでもうざいと思うんですけど、おー、ライトまで打つ。結構コスト使ったぞ。さあ、どっちをあなたは防衛しますかってとこですよね。さあ、エレキを出したいが、うい、トゲがおっと。ナイトが。え、ちょっと待って。これ、さては、あれっすね。相手今起きたばっかっすね。寝起きでやってて、頭が回ってない人っすね。だから、グラチャ6勝目にしたらちょっとなんか珍しいですよね。この、うわ、なるほどね。番長か。番長デッキですね。うわ、エレジャイだ。エレジャイは、マジで弱すぎて一個も使われてないんですけど、本当にこいつすごいですよ。久々に出た雑魚キャラっすよね。あんまないですけどね。クララで雑魚キャラ、なんか最近なかったんですけど、雑魚キャラが出ることなんか。えぐいぐらいの雑魚キャラ降ってきましたよね、これ。雑魚キャラとか言ったらかわいそうなんでね、あんま言わないんですけど、マジで雑魚っすね、これ。本当に、すごいぐらい雑魚いいんですよ。びっくりする。笑っちゃいますもんね。もう施設に弱すぎて、リセット、攻撃受けたらリセットがあるんですけど、インフェルノタワーとかにも、まあ、リセットすとか、反撃をする前に焼かれちゃうとか、ボムタワーとか、テスラとかでもボコボコにされるんで、施設に弱すぎて、さすがになんかもう、まだ使えないですね。強化が入れば、逆にめっちゃ強そうなイメージを持ってるんですけど、今んとこマジで、ネタまであるですね、こいつは。さあさあさあ、さすがにね、そこまで、バカにしといて、このエリちゃんに負けたらやばいので、さすがに勝ちたいですね。よいしょ。さあ、いい感じのね、オシャンティのウッドをやりつつ、これ、LSP でね、LSP で拾ってあげて、延命ができますよ、と。さあ、いやー、まあまあ、バレバレ、てかまあ、LSP が強いというか、バレバレが強い、今んとこね。あれ、キングに行ったら、ちょっと、やばいっすね。まあでも、LSP はね、個人的に防衛がマジで楽になった。防衛が苦手な人とか、すごいね、LSP によって、なんか今まで守れなかったものが守れるようになると思ってますね。完全、信者。お前、信者かって感じなんですけど、まあ、なんかね、なんか気に入っちゃいましたよね、LSP。さあ、ってなわけでね、どんどんやっていきたいなと思います。まあでも、なんかどうなんだろうな、スケとかアイスピ、ヒースピ、どれも良さがあるじゃないですか。なんかヒースピは回復の良さがあるんですけど、でもスケはやっぱこの陸受け、回復能力欲しいけど、やっぱ陸受けとしてはすごいスケ優秀みたいな。でアイスピもまあなんかあいつが一番いらねえか。ヒースピーとスキはなんかそれぞれのすごい良さがあるんですけど、アイスピーは個人的にもう引退しちゃってもいいかもしれないですよね。LSP にも場所を取られちゃった説が個人的にはありますね。だって、LSP の、アイスピーの良さはまあ固められるで、固められるじゃないですか、LSP で。しかもなんならもっと範囲の大きい数だし、LSP でいいっすね。まあ、アイスピー使うなら LSP かなっていうのが個人的意見かなと。思います。まあ、ISP が LSP より優れてる点は、まあ、回復時間がちょっと長い。もうそんだけですからね。半分かな。LSP は ISP の半分の時間しか変わらない。まあ、けどみたいなとこありますね。個人的には、
LSP かな、まあ、ISP を極めすぎた人とか、このタイミングで ISP すると全部固められるとか、まあ、タイミングを極めすぎた人からしたら、いや LSP 簡単すぎるとか、まあ、なんかね、そんなストイックな人とかからしたらちょっとだるいかもしれないですけど、個人的にはねすごい使いやすいですね。さあ今回の相手はインフェルノドラグニティフェニックスカクカクしちゃった勝手に。さあってなわけで U の、あ、これあれっす、メガラムっす、メガナイトラムっすよ。最近いた、あ、でメガラムに対してこれ LSP めっちゃ強いですよ。だってメガナイトラムの形を、あ、ジンギスね、ごめんなさい、メガナイトラムの形を受けれるんですもん。あ、これ隠されるな。そう LSP でね、でインドラにも LSP 活躍するので、まあ、ラムライダーとか今回多分相手いるんですけど、まあ、そういうデッキとかに対して、まあ、普通に強い気がしますね。なんかいっぱい来てもランバー U のラムライダーとかで形作られても声がガサガサだ、まあ、意外と戦える気がしますね。これ守るんですけど、守りつつね、まあ、バレルを飛ばしていくと相手もね攻めにくいっていうね。よしよし、でタルババ咲いて、単純にこの形が相手としてはきついですね。で後ろにまあランバーか多分ユーノ当ててきますね。なんで俺こんな声ガラガラの、ちょっと待ってなんでなんで、自分でもびっくりするぐらい治りましたねよしよしよし、さあ今回ジンギーですね。多分マジアチャを出さないのは僕がファイブを持ってるからで、これ多分タルババ回ってないですね。これで回ってないと思うんだけど、おお、回ってないですよね。よしよしよし、でいやボムで守る必要なかったな。これ多分上手い人だったらナイトプラスのネクストLSPだったんで、ナイトLSPで守ってましたね。まあそういうとこちょっとねこう細かいとこね意識していければよりね、このデッキちょっと強い気がするけどな。ゴリ押しがきつかったんですよ今まで。スパーキーとかゴレとかラバのすごい超ゴリ押しとかきつかったんですけど、このLSPによって守れるようになったとか、守りやすくなったゴリ押しを、まあ、そういう部分ではちょっとすごいちょっとね可能性しかない。ただの信者。グッとして、あれ5っていいですね。では、くしゃみ出る。E5! さあさあさあ。で、まあ、タルババなので、ちょっとずらしますね。こういうずらすプレイとかすると、相手はこう、毎回毎回ね、バレルを見なきゃいけなくなるので、よしよしよし。このずらしね、ずらし、じらしプレイ、すごい大事ですからね。おっと、R18 になっちゃいそうだな。さあ、耐える。で、ウッドで LSP 回しちゃって、でよいしょ、このビリで、ああ、いい、ナイトが、ああでもいい受けされてますね。でここで本当 LSP 欲しいんですけどね。あ、これちょっと一発強要します。2発いて、オッケーオッケー、まあ強要しつつの、いやそのいうのはいい言うのだな。もうウッドでね耐えます。よし、さあ、まああと、まあ、こうなってしまえば僕が事故らなければインドラのタゲがすごい入るとか、事故らなければまあ負けないと思うんですけども、さあマジアチャ来るか。あれ相手タルババがグッドゲームですよ。ファイブで終わるっすね。ナイス。というわけで、まあこれ LSP になったことによって、こういう、まあ、ラムとか、まあ、メガラムとか来た時にはとか、まあ、ペッカラムとか、まあそういうのに対してはすごい受けがね良くなったと思いますね。結局だから形を作ってくる相手に対して、まあ、単純優秀になった気がしますね。いやあるっすね。いや可能性しかない。枯渇使いになりたいですねLSP 枯渇、 LSP 型の枯渇になって急にあいつ枯渇使い出したじゃんみたいなありそうですけどねこいつ急に上手くねみたいな、 LSP のおかげかみたいなそのカードパワーに、ね、まあ頼っていくのも大事ですからね。さあてなわけで、こう、まあ、久々にフルチャレを多分やってるのかな。まあなんか意外と発祥とかまで行くと、まあ、マッチングが長いっていうのがちょっとめんどくさいですね。はい、まあ、なんですけど、まあカットするのがめんどくさいんですよまあこれはねなかなか共感していただけないかもしれないんですけど、まあすぐ終わるんですけどね編集、まあ内容によってはですけど、こうカットしたりとか、まあ一瞬なんですけどカットするのがめんどくさいので、僕はちょっとね、まあカットせずにちょっとのんびりしとくんで、まあスキップしてね次の試合始まるまで飛ばしちゃってください皆さん。はい、というわけで、あってこれやばい、たまにあるのがもう本当に5分とかじゃないんですよ。もう15分とか、もう20分はまあほぼないけど、あでも一時頭おかしかった時2、30分待つ時ありましたね。なんか本当にバグではないと思うんですけど、本当にかそってたか、
本当になんかいじめただのいじめだったのか知らないですけど、本当にマジで 2,30 分というか、動画撮影終わったらもう45分みたいな。で、じゃあそこさすがに長すぎるからカットしてみたいな。まあそんな感じでね、ちょっとまあ長いんですよ。とりあえず、僕この後ちょっといろいろ出かけなきゃいけなくて、で、今、あと1時間ぐらいで、真面目にあと1時間で風呂入って、ご飯食って、まあ準備して、出なきゃいけないんですよ。1時間でそれやるの結構ハードで、本当にこの動画が早く終わってくれないと、僕死ぬんですよね。時間がない。急いでくれ。やばいって、この、いいから、マッチング。さすがにちょっとね、この僕、温厚な僕でもね、イライラしちゃいますね。マッチング長いのに。対戦で負けて、遅延煽りされるより、マッチング時間長い方にイライラしちゃいますね。マジで。本当に。さすがに遅延煽りはいないるけど。イライラするというよりかは、なえますね。そう。マッチングしましたね。いや、マジで長すぎて寝てましたね。よろしく。というわけで、もう開幕バレルやっていきます。で、気持ちちょっとずらしてね。おい、来た。このずらしマジででかいですからね。これで一発入るよ、二発ぐらいかな。結構あるので、こう、まあ、相手がウッドだったらあんまずらしても意味ないんですけど、相手がタルババだった時に、ゴブリンバレルを定位置じゃなく、ちょっと横とかね、毎回こう交互にずらせてあげると、結構マジで毎回一発二発とか入ってくれて、まあ、それでね、こう最後に本当200とかの差で勝ったとかだったら、まあ、それのおかげで勝ったことになるので、ぜひちょっと試していただきたいですね。で、今回、相手がペックラム、あ、メガナイトラムですね、ゴーストの範囲。なので、この LSP が大活躍してくれるでしょ。さあ、バレル飛ばして、うわ、インド高め、うまいな。で、多分、タルが回って、多分横にずらすのちょい忘れてましたね。で、これスキャバレで受けると、多分ラムライダー受けが来るんですよ。来ない。あれこれエレキか。エレキいんのか。あ、エレキいますね。いや、いいチェーンですね。いいチェーンで、なんだろよいしょ。OK、エレキ殴られてない。で、これこそババ、タルババ回ってないですね。あ、ファイムボーイとユニット上が1枚かな。おー、ユニット上1枚と、まあコストがないよねと。で、ここですね。これは、ボムタワーと、LSP で、LSP ってタワーに飛ばせられるのかな？キング起動したい気もするんですけど。いや、ちょっと一回ね。ここで、よいしょ。いや、めっちゃうまい。ちょっと待って待って。めっちゃうまいけど、ちょっとやばい。いや、そのヒースピアやべえって。一回ファイブで耐えます。一回ファイブで、耐えてくれ。キング、起きろ、起きて、でけ。しかもこれ、ネクスト LSP なんで、ギリギリ LSP、これからの、この LSP でね、固めてあげて、え、めっちゃ良くない？固まったか、今日はですけど。いや、これでかいですね。ギリギリのキング起動。あれによって一気にね、スター流れを使いましたね。ここちょっと攻めちゃったの、やばいかもですね。ゴースト、タルババか？許容か？まあでも、ここ守れば僕の勝ちなので、だからキング起動がマジででかいですね。あと LSP があるんで、これイングライン竹取られても、これ LSP で、そう、一回リセットできる。いや、でけえ。これちょっと処理しちゃう。いや、マジででけえな。LSP 神っすね。で、これ、神ウッドでね。いや、めっちゃいい。来た。で、これは、エレキが高め。一回ほどほどに攻めないとちょっと怖いっすね。相手のカウンターが。で、これ、今まで一回も飛ばしてない位置のゴブリンバレルっすね。あー、見てるか。さすがにね、集中してますね、相手も。で、あれなんか5ウッドっすからね。これだって終わったっすよ、相手。回転早いんだよ、僕。こんにちは。こんにちは、してあげて。ボム置いて、ウッド通りですね。OK、グッドゲームですね。いや、まあ、これ、インドとかに対しても、まあ、好きでもまあ、タゲ取れるから変わんないけど、だからヒースピの事故に合わなくなるっすね。今まで、スケだったので、こうインドラの受けとかに対して、スケを出してると、追加ヒースピとかでやられてたんですけど、まあ、LSP だと、ちょっと離れた縦自体に出すので、ヒースピ事故、まあ、ヒースピに対しての、まあ、避けカードっていうのがね、意外と、まあ、そういう部分でもちょっと強くなった気がしますね。はい。というわけで、ぜひこの LSP 型のね、バラバラ活動を皆さん使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。